はい、サブチャン TV です。こんにちは、太しです。本日はね、人的保障の謎ということでお話ししてまいります。と言いますのも、今朝私動画出したんですけれども、ホークスからライオンズに人的保障として移籍する選手は和田投手ですと、ね、そういうニュースが流れましてで、私も動画を作りましたと。で、公式からの発表、蓋を開けてみたところ、なんと、 のうん中継ぎ高速 Q1 の下位の投手が西武に行くことになりましたよという発表がありましたこれ正直ねまあいろいろ勘ぐってしまうんですけれどもまず一番大事なのがこういう時は事実と予想ここをねはっきり区別しないともうね陰謀論みたいになっちゃうのでまずは事実からお話ししていって。 で動画後半で、この人的保障の経緯だったりとか、問題で、もしかすると起こるかもしれない事象っていうのを予想していきたいと思います。はい。まずは事実からお話しますね。えー、公式から発表されました下位の投手移籍と、うん。これ、正しい情報です。で、これはね、変わらない事実なんですけれども、和田投手のニュースにね、書き消されていますが、これ、相当やばいです。 めちゃくちゃ大きな遺跡ですね。特に成分とってね。甲、ま、斐、あの投手と言いますと、155キロを超えるね、豪速球右腕でございます。で、初年度に65試合登板しているんですけれども、まあ、2年目以降ね、投球の質は徐々に上がってきています。まあ、1年目も悪くないんですけど、フォアボールで崩れる場面が多かったりとか、まあ、ウィップ自体もね、65試合登板しているとはいえ、1.4を超えている数字だったので、 まあそれが徐々にこう安定感が出てきて改善してきているという状況でございますで今季4年目なんですけれども46試合登板、ね、結構投げています防御率が2.53ミップが1.08かなり優秀な中継ぎ投手ですでただビハインドで投げてただけではなくてちゃんと8ホールの2セーブ、ね、勝ちパターンだったりとか接戦の抑えだったりとかっていうところでも投げていますと でフィップですね、あのまあ、防御率よりも、味方の守備とか、そういった運の要素を除外した数字でも、40イニング以上投げた投手の中で、ホ、えー、ークスの中で、オスナ、藤井に次いで3位と、うん、でさらにね、あのー、運の要素を排除した TRA、まあ、こちらも5位となっておりますので、まあ、かなり優秀なピッチャーだと思います。 k p ビー,ー b b っていうね、あのフォアボールと三振の比率も3.00。まあ、これかなり高いです。まあ、2超えてくると、まあ、高いなっていうか、ああ、オッケーオッケーって感じで、3超えてくると、お優秀だなっていうふうに私は思うんですけど、まあ、すごい投手だとね、5、6とかいったりするんですけど、優秀なプリかなというふうに思います。なんで、ホークスから見ると、チームで5本の指に入る投手。 実力の投手、クオリティの投手を取られたという形になります。まあ、もちろん中継ぎなので、そのチームへの貢献度が5本の指に入るというわけではないんですけれども、あくまで実力ですね、実力が5本の指に入る投手が、えー、移籍するという形になります。先発の方が、ね、あの貢献度が高くなるんで、まあ、当然優先順位も上、ね、になってくるかなというふうに思うんですけれども、うん、甲の野選手、相当いい選手でございますね。 で一方、西武ライオンズ目線で見ると、まあ、今期の西武ライオンズは40イニング以上投げてでフィップが2点台の投手が1人もいません。うんあのー、平選手とかも、ね、あの3点台なんですけれども、まあ、すごい優秀ですよ先発投手、平選手、コーナー選手とか、ね、そういった投手が3点台なのにすごい優秀なんですけれども、まあ、やっぱその中継ぎで圧倒的な成績残して接戦をしっかりと締める。 そういうピッチャーは今年西ブにはいなかった。これが現状です。でそこに下位の選手が入ってくるのはめちゃくちゃよくて、フィップね、ホークスで記録したものを西ブに当てはめるのであれば、まあ、のチームナンバーワン。はいまあ、つまり投球のクオリティ、安定感。まあ、これらは西ブライオンズにはもういない投手っていうね、形になりますね。まあ、かなり優秀なスタッツですから。はい、となってくると、 西武にとっては喉から手が出るほど欲しい、ね、助っ人投手も当たるか分かんないですから、まあ、こうやって、ね、ウィークポイントのリリーフ陣に、まあ、今年成績残していて、だんだん上り調子で、で、しかもまだ27歳の豪速球、安定感のある投手というところが入ってくるのは、うーん、まあ、これ以上ない補強ですよね。もう西武からすると、勝ちパターンだろうと、守護神だろうと、まあ、任せたくなる投手ですし、 まあここから向こう5年ぐらいはね、全盛期迎えてくると思うので、金属疲労さえ来なければ、故障さえしなければ、これからも投げてくれる投手と考えると、まあ、ベストマッチした指名だと思います。人的保障で取れる選手では正直ないので、まあ、これは正直羨ましいっていうのが正直な感想です、私も。で、フォークス目線でまた戻ってくると、 西武にとってはものすごく貴重な投手として大活躍すると思うんですけど、まあ、フォークスもね、ダメージはあるにはあると思います。まあ、もちろん45試合登板してね、6試合か、僕撃2.53、相当優秀なんで、フォークスにもそうそういない投手なんですけれども、まあ、痛いとはいえ、一応、フォークスはオスナーがね、単年15億とかで残ってるし、まあ、松本、藤士優秀な投手いますと、最低限の勝ちパターン控えてます。 でメンツもね他の2軍の投手も豊富なので、まあ、クリティカルなダメージではないっていう印象というか言葉になりますかねまあなんでん、ま、とはいえプロ,スプロテクトの28人枠から漏れるかというと漏れるかカイノがなんなら技も漏れてるとかって話があるからまあこれは予想ですけど。 そうなってくると、どうなんだろうなというふうに勘ぐってしまいますね。はい。と、ここまでは事実です。はい。事実について語ってまいりましたが、ここから先は予想、もう何なら妄想なので、まあ、あの、ソース曖昧ですよ。うん。根拠は曖昧な状態で話しますと。でそういう空想を聞きたいよという方のみに残ってください。ソース欲しい人、ソースがある情報じゃないと聞きたくないよっていう方は、もうブラウズバックしてくださいね。いきますよ。 これ、ここから先あなたの責任だからね。はい。で、そうスの、ね、話をしますが、今回、今朝の和田選手の報道、個人的にかなりギ務オフが多いんですよ。あのー、まあ、一社だけではなくて、地元のメディアもその後報じたりしていたので、まあ、ざくざくみたいなね、こう、信頼できない会社じゃなくて、まあ、ある程度信頼がつく会社が、かなり強い言葉で報道していたので、 あの少なくともね何の根拠もない誤報だとはちょっと思えないわけですよ。球団職員自体に何の根拠もなく聞いたものをそのまま載せたわけではなくてある程度確証を持って、うん、報じられたのかなというふうに思っています。で福岡の速報ニュースでも、えー、と一応そのニュースの文言ですよ文言として「昨日は和田投手に打診したが今日は今日甲斐の投手に変更した」っていうふうな言い回しをしていたんですよ。 で検討じゃなくて、打診なんで、西武からホークスに連絡を入れたっていうことになりますよね。で、和田投手に打診っていう言い方してるんで、ホークスにじゃないんですよ。和田投手になんですよ。だから、ホークスに連絡が行って、ホークスから和田選手に話が行ったんじゃないかなと私は思っていて。でも、打診って変な言い回しですよね。だって、別に、リストをもらって、 この選手にしますっていう報告だから、本来は。で、対応の依頼だから。打診なんて意味わかんないんですよ。っていうことを考えてみると、まあ、わざわざそういう言い回ししたってことは、フォークス側が権利ないにも関わらず5ネタんじゃねえのっていうふうに個人的には予想しています。十中八九西部からの打診に対して、フォークス、または和田選手が、まあ、5ネタという言い方が正しいかわかんないけど、 あの反発を示したり謝罪を入れたりしてうーん西武側がねまあ変えたのかなと思うんですよでまあ変える理由も分からなくはないんですよねあの和田選手がじゃあもうホークスずっと痛いからだったらもう引退しますと一層もいいですとこのまま引退しますとなるとまあ西武側はお金しかもらえない形になっちゃうのでまあお金ももらうぐらいだったら別の年取った方がいいよねということで まあ変える可能性もあるかなと思うわけですよね。経緯を見てもね、ちょっと硬いかなと思っています。ただ、ただね、西武側が大人の対応をした可能性もあるけれど、うーん、このオフ、かなり賢く、ね、もうなんだろうな、メディアに対する発言も選んで動いている西武ライオンズ、フロントが、 ただ,で引き下ただでね、引き下がるかなというふうに思ってます。まあ、自分たちにメリットがない大人の対応するかな、どうかなって思ってますね。しないと思ってます。はい。あの、ライオンズが悪いとか、フロントが悪とかっていう話をしたいんじゃないですよ。絶対にそれは違う。ーブ側は自分の持ってる権利を最大限生かしているに過ぎないし、対応がむしろ私はうまいなって思って感心してるんですよ。 あの無償トレードで中田賞出したりとかっていうねファイターズフロントとは全然違うなと思っていいなと思ってますよ。なんでこれ西武に得があるんじゃないかなと思ってます。でその得が表に出てくるかどうか分かんないですけど可能性として考えられる得が3つあるなとあるかなと思ってます。まず1つ目買いの投資とは別に金銭のやり取りあるいはビジネス上のメリットのやり取りあるかもしれない。 で金銭とかビジネス上の、ね、お仕事を別に振るとかっていうのはあのー、表に出ない方法はいくらでもあると思いますので、うんまあ、これは正直察知できないかな私たち側ではキャッチできないかなと思います。で得の可能性2つ目下位の投資とは別の選手のやり取り西武、うんまあ、が明らか有利なトレードとか <laughs> 何なら無償トレードなんて形がありえる可能性もあります。 私結構この可能性はあるかなと思っていて、まあ目には目をじゃないけど、やっぱ和田選手をプロスペ、ね、あのプロテクトから外しているなら代わりにくれよっていうふうに言う可能性はあるかなというふうに思いますね。飲んでやるからみたいな。で、三つ目が、下位の投資自体が西武にとっての得という話ですね。あのー、何が言いたいかというと、 マジで陰謀論みたいになるんですけど、下位の投手はもともとプロテクトされていて、ホークス側は出したくないと思っていて、でも、和田選手は指名しないだろう、西武はね、まあお金もたくさん補強でかけちゃってるし、先発投手は豊富にいるし、いらないだろうと思ってリストから外して、で、西武が指名しちゃったから、ちょっと、 どううしようと、まあ、さらに言うと、今朝、和田選手っていう風に報道があって、世間としては、ホークス何やってんだってなってるから、余計に、いや、これ無理だと、ちょっとセーブさんはとかしてくださいという風に泣きついて、じゃあ、何かリストに語気とかありますかね。ね、リスト、NPB に提出してるわけじゃないですよねという中で、リストの更新だったりとか、 こう修正っていうものがあった可能性もなくはないかなってねそんなことがルール,ル,ールとしてねもうまかり通るかはまかり通んないと思うけどまあ一方で提出したリストを他の球団が察知する方法はどこにもないですしメディアにも出てこないんでまあどうそ,れのその真偽は分かんないなっていうのが正直なところじゃないですかっていうのもあってできなくはないっていう対応ですよね まあともあれ、あの1から3どの得があるかわかんないけれども、多分ですよ、これもね陰謀論みたいになるけど、多分和田選手のニュースが先んじて流れたのは、まあ、西武のフロントが流したんじゃないかなって思ってます。で、かつ、和田選手が漏れてたっていうのは事実なんじゃないかなと思っていて。 その和田選手が漏れていたから和田選手指名したと。で、フォークス側がごねたか、まあ、あるいはちょっと反応が悪かったか、まあ、あるいは反応がない状態で、西武側がその情報をリークして、で、今朝ね、ものすごくフォークスを攻め立てる声が相次いで、であんな中でさすがにせ、ね、フォークス側も。 和田選手を引き渡すことはできなくなっちゃったから西武側にさすがにごめんなさいっていう形をとったのかなと思ってますでそうすると西武側としては足元見れるんで、まあ、あっちは絶対和田出せないでも和田が抜けてるリストを受け取ってる自分たちはっていうもの,ものすごく強い立場になれるので、まあ、そういううまく利用したのかなっていうところはちょっと考えてますねだから世間の今の見方って 岩瀬式プロテクトをちゃんと、まあ、ファイターズがね前回岩瀬投手を指名したらうんぬんかんぬんっていうのが噂でありましたけど、まあ、多分経緯上ね実際にそうだったと思うんですけど、まあ、今回も岩瀬式プロテクトみたいな感じでホークスがごめんなさいして西武に飲んでもらったんじゃんやっぱホークスって良くないねプロテクトの穴だねって話になってるけどいやむしろ西武はうまく使ったんじゃないかなとうん。 もちろん、あの、何度も言うけど、セーブを悪く言いたいわけじゃないよ。私はセーブをものすごく賢いと思ってます。フロントなんか人が入れ替わったんじゃないかっていうぐらい、ちょっと動きがすごすぎて、結果的にね、なんか誰もセーブをこう、悪く思ってないというか、まあ普通はね、あのこうやって問題が起きたりすると、何かしら、ね、山川選手一連の流れの中で、 ファイターズフロントが叩かれたみたいに西ブフロントも何か言われる可能性はあったんですけど全然言われないし私も全然悪いと思わないしやっぱそれは立ち回りのうまさとかこうイメージ戦略をすごく綿密に練れる人物がいるんじゃないかなって思っていて、まあ、賢いなと思いますね。で結果的に買いの投手を獲得することができた、まあ。あるいはプラスアルファで何か メリットにななることがあったかもしれないそれは金銭かもしれないし選手かもしれないしはたまた全然違う形の取り決めだったりとかかもしれないしそれは見えるか見えないかも分かんないうんっていうふうに思いましたまあねうんまあこの風潮をまあでも西武が作ったかは最終的分かんないのでここから先はまた現実に戻るとして。 事実としてこういうい風潮が生まれてで最終的に西ブが示したのが甲の投手だったのでまあ西ブ側としてはもう100点満点足りないリリーフ陣の中でも超優秀な投手を取れてやったねというところでフォークス側からするとかなり痛手を負った甲斐の,の投手が出ること自体もきついのに和田投手がプロテクト漏れしてたんじゃないかという噂すら噂まで立ってしまうもう最悪ですよね。 一番最悪、最悪の流れになってしまった、しかも獲得したのがイメージの悪い山川選手っていうのがあって、もうフォークス側ってもう最悪の最悪のムーブーだったんですよ、今回。なので、うんまあ、もしかしたらこういう世の中の流れとかっていうのを作ったり、考えたりできる人がライオンズ側にいるのかなっていうふうに私は感心して見ていました、本当に立ち回りがうまい。ということで。 何ですかね皆さんの今回の人的保障の流れ、なんなら山川選手 FA からの流れで、何か思うことがあれば、ぜひともコメント欄で教えてください。今後もプロ野球に関する動画を出してまいりますので、ぜひともチャンネル登録もお願いします。ではまた